NGC1275 は、ペルセウス座の方角に、約2億3 7七百万光年離れた位置にある1.5型の、セーファート銀河である。NGC1275 は、電波銀河ペルセウス座 A に対応するもので、巨大なペルセウス座銀河団の中心付近に位置する。NGC1275 の中心部のハップル宇宙望遠鏡による、 画像 NGC1275 は2つの銀河から構成されている。ペルセウスザ銀河団の中心にある CD 型銀河とその前面に存在するいわゆるハイベロシティシステムである。HVS は約秒速 3000km でペルセウスザ銀河団の型に移動しており、将来は融合すると考えられている。 HVS と CD 型銀河の距離は少なくとも20万光年は離れており重力的な影響は受けていない。銀河団の中心の銀河は大質量のスペクトル線放出フィラメントネットワークを含み活動銀河核で発生した相対論的なプラズマの泡に引きずられているように見える。長いガスのフィラメントは銀河を越えて広がっており銀河団の中を X 線放出ガスで満たしている。一つのフィラメントに含まれるガスの量は太陽質量の約100万倍である。幅はわずか200光年でしばしば非常にまっすぐであり2万光年にまで伸びている。フィラメントの存在は新たな問題を提起する。これらは周囲の銀河間雲よりもずっと冷たいのに、どのようにしておそらくは1億年以上も。 存続し続けてきたのだろうか一つの可能性は地球の磁場の1万分の1程度の弱い磁場によってフィラメント中のイオンが存続し続けられるだけのエネルギーが与えられてきたということである。ありがとうございます。